こちら北東。ただいま岡山上空高度2000メートルを通過。了解。パトロールを続けてください。三河さん、確か今頃は今野隊員が岡山の親戚の家に着く頃ですよね。そうよ、姪の女の子と一緒のはずだわ。ちくしょう、俺も早く夏休みが取りてえな。北斗隊員、勤務中ですよ。はーい、了解。赤い火が二つ並んでる。漁船かな。父ちゃん、悔しいじゃろうな。父ちゃん、どこにおるんだ。豪太かな。カブトガニじゃ。どうしたんじゃろ。カニ泥棒じゃ。いや、何をしてるんだ。待て。待たんか。おい、どうしたんだ。この少年の父親は3ヶ月前のある夜、一人で漁に出たまま帰ってこなかった。数日後、父親が乗っていた小さな漁船だけが無傷で発見され、遭難の原因は不明のまま、人々は瀬戸内海に住む化け物の仕業ではないかと噂していたのである。ずるずるずるって、海の中引きずり込まれるように減っちまったんだ。うん、赤い目玉の化け物の仕業に違えねえさ。うん、しゃあけどな、洋服だけ残って浮いてくるっていうようなことがあるのかの。本当だってばさ、俺はこの目ではっきり見たんだから。あっ、こいつどうしたんだ。昨夜俺たちのことを見てたろ。離せ待て小僧。待て、待たんか小僧。あっ捕まえたぞ。こいつ、おやめなさい。何をすんだ。泥棒小僧の味方をする気か。泥棒。ああ、こいつは昨夜俺たちの獲物を盗んだんだ。そん時こいつもあの事件を見てるはずだ。カブトガニ泥棒おじさんじゃ。カブトガニ、あれは天然記念物だ。捕まえてはいけないはずだが。そら、あんたカブトガニを捕まえに来たんか。これは厄介なことになってきたの。おや、昨日の事件見たのかい。やめときにせ。イメージはの、この間海で親父を直してからというものちーと被害になっとるじゃけんな。でもこれは重大な手がかりになるかもしれません。あんたはなかなか手慣れた口を聞くじゃねえか。僕はタックの隊員です。タックの。ほんなら今野さんところの親戚かいの。ああ、そうかの。夢二君と言ったね。やっぱりな。あんた昨夜のことを見たのかい。よし、聞いちゃえ。はい、いいからいいから、聞いちゃえ。あ、違う。坊主、ちょちょい。こちら今野。政治通信です。どうですか、休暇は。北斗隊員、海はいつ来てもいいですね。そうですか。それでそちらに何か特別変わったことはありませんか。いえ、今のところ別に。わかりました。ゆっくり休暇を楽しんでください。ありがとう。それじゃあ。わあ、きれい。
もう傷は痛まない？どこから来たんだ？東京よ。貝が珍しいんじゃな。わあ、これなんていう貝？父ちゃんの貝じゃ。父ちゃんの貝ってどういうこと？この貝でカニになった父ちゃんと話ができるんじゃ。え？カニとお話が？嘘でしょ？本当じゃ。お前だけに証拠を見せてやろうか。お前じゃないわ。あたしはユミコ。俺はユメジ。来てみ。でもおじさんが嫌だわ、眠っちゃって。ほっとけ。うん、そうね。海に住むカブトガニは生きた化石と言われているが、その数は今年ごとに減っている。進化の波に乗れず人間に追われて種族絶滅の危機に瀕したカブトガニを利用し鳥獣に作り変えたのは恐るべき異次元人ヤプールだったのである。バーを聞いてろ。鳥獣だ。こちら今野本部を願います。北斗隊員を落とせよ。はい、こちら北斗。岡山急行してください。カブトガニ長寿が現れました。岡山に？了解。 2,3 分で到着すると思います。もしかするとこの間の赤い日と関係があるかもしれないな。
もうこれでおしまいですね。近藤さん、現地を出してください。ほら、聞こえるでしょう。助かった。あ、大変。ゆめじ君のこと忘れてたわ。ゆめじ君、どこにいるの？あの堤防の先に、大ガニと。大ガニ？他にも誰かいるの？違うわ、カブトガニよ。カブトガニ？無事だったか。今の隊員無事です。隊長、援護してください。岬の先端に子供が一人取り残されています。了解、任しとけ。各スペース、岬に子供がいる。今日中に火炎爆弾を発射せよ。了解。どうしたんだ。鳥獣が消えました。よし、着陸する。はい。火をついてまたどっからか現れよって作戦だな。誰かが人食いガニを操ってるんですって。君、そんなことを誰から聞いたんだ。大ガニよ。夢二君と一緒にいるカニのことかい。うん、夢二君はカニの言葉がわかるのよ。大丈夫、隊長。大丈夫か、今度。大丈夫です。北斗はどうした。それが、カニと話のできる少年に会いに行きました。カニと話が。あいつ岡山へ来てボケたな。なんだそれは。はあ、あの鳥獣は何者かに操られてるとカニが話したというんです。ゆめじくん、ゆめじくん、ゆみこよ。ダックの人よ。大ガニとお話がしたいんですって。ええ加減なことを言うな。ゆめじ君、俺は真剣なんだ。君が話した大ガニの言うことが正しければ、この海岸も和州山もハイランドも岡山の町もめちゃめちゃにされてしまうに違いない。そうなればたくさんの人が死ぬかもしれないんだな。ゆめじ君、ね、お願い貸してあげて。話をすんならしてみ。この会を使うても俺しか話ができんのじゃ。指に当てるのよ。驚いた。お前の心にある力はなんと強いのじゃ。おそらく人間の世界で一番強い力の持ち主じゃ。あの鳥獣を操っているのはヤプールだな。そうじゃ、ヤプールじゃ。塩田で消えた鳥獣は今どこへ隠れているんだ。わからない。しかし和州山の方にヤプールの気配がある。そうか。聞こえた。ああ、聞こえたよ。どう、君、この大ガニを連れて俺と一緒に来てくれないか。うん、じゃあ行くよ。うん、さあ。隊長、レーダーには何の反応もありません。うん、子供を連れて遊びに来るにはいいところだな。うん、静かにしてください。今カブトガニの声を聞いてるんですから。はい。大将、あらゆる手がかりを求めて鳥獣の居場所を発見するのもタックの仕事ではありませんか。うん、いい加減にしろよ。カニの寝言を貴様信じんのか。いや、しかしですね、機械には予知できないこともありますよ。そうでしょ。文字の鳴き方一つで明日のお天気を知ることもできるし、動物に対する動物の反応を観測するのも科学的な方法ではありませんか。そういえば犬なんかは壁の向こう側にいる自分の仲間を知ることができるわ。あっちや。大将。よし、北斗と南は少年についてきたまえ。はっ。本野と三河隊員はタックスペースでソロが警戒してくれ。はい。はい。
クジラ北斗、鳥獣はハイランドの上空に見えない形で潜んでいるようです。タック艦で攻撃してください。待て北斗、ただ攻撃しただけでは敵は姿を現すまい。スペースか窒素爆弾を投下してみて、姿を現したところで一斉に攻撃する。了解。窒素爆弾投下します。酸素を遮断されて苦しんでるぞ。あんなところに隠れてやったのか。よし、そこ行きだ。はい。夢二君、ありがとう。大金を大切にしろよ。うん。ここ動くんじゃないぞ。わ、うん、かったな。山を削った役割に立たずに、エースを倒すのだ。
ガニは死んでしもうた。もう父ちゃんの声も聞こえん。オオガニ大丈夫だよ、夢二君。ウルトラマンエースは君たちの味方だ。決して裏切るようなことはしない。貝を耳に当ててごらんなさい。夢二、わしは元気じゃ。オオガニ元気か。聞いてみ。わかんないぞ。貸してみ。梅治、わしの声はいつでも聞こえるんじゃ。夕日が沈む頃、海に向かって貝を耳に当ててごらん。お前の後ろにおる人はウルトラマンエースじゃ。怪奇シリーズ第2弾、岡山の牛神塚にまつわる恐るべき伝説、暴れ回る牛神鳥獣カウラの正体は何か。吉村のコールを受けタックが飛ぶ。立てウルトラマンネース。さあ来週もみんなで見よう。